日本を支える最強企業トップ10がやばすぎます。こんにちは、ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。皆さんは日本の時価総額トップ10の最強企業をご存知でしょうか。我が国日本には世界に誇る企業がたくさんありますが、これらの企業は日本だけでなく世界経済にも大きな影響を持っています。そこで今回は日本が支える時価総額トップ10の最強企業についてご紹介します。日本最強企業10位はリクルートホールディングスです。リクルートは人材サービスとメディアを主軸に多岐にわたるビジネスを展開しています。時価総額は7兆円、社員数は約4万5千人、平均年齢は39歳、平均年収は約1100万円となっています。事業内容は求人広告から人材紹介、販売促進に至るまで多岐にわたり、近年は IT を駆使した新しい事業領域への進出に大いに注力しています。海外売上高比率も 55.5% と高く、国際的にも非常に強い影響力を持っており、日経平均株価、トピックスコア30、JPX 日経インデックス400などの重要な指数にも名を連ねています。リクルートホールディングスの社風は、社員全員が参加できる新事業コンペを導入するなど、個々の社員が自由に事業を起こせるような環境が整っているため、多くの社員が独立して起業するなど、大手企業でありながらも革新的な動きが見られます。歴史を振り返ると、1988年にはリクルート事件が起こり、一時は企業としての信用を失ってしまいました。その後、1992年には大手スーパーダイエーへ保有株式を譲渡し、一時はダイエーグループに属していましたが、その後独立し、企業としての中立性を保ちながら多角的なビジネス展開を行っています。日本最強企業9位は第一三共です。第一三共は医薬品事業を行う企業であり、2005年に三共と第一製薬の経営統合により誕生したこの企業は、国内外で広範な事業展開を行っています。特に医薬品セクターでの国内1位の時価総額と全業種内での9位のランクは、その競争力の高さを証明しています。時価総額は8兆円、社員数1万人、平均年齢44歳。平均年収1100万円と企業が持つ安定性と高いスキルを反映しています。特にイノベーションに情熱を、人に思いやりをというコーポレートスローガンは、その社風や価値観をよく表しています。海外では、かつてインドの製薬大手ランバクシーラボラトリーズ社を買収し、現在も業務提携を継続中。英国のアストラゼネカ社と提携し、がん領域での研究開発にも力を入れています。日本最強企業8位はファーストリテイリングです。ファーストリテイリングは世界3位の売上高を持つ SPA 企業であり、日本初のファッションブランドユニクロをはじめとして GU など複数のブランドを有します。時価総額は8兆円、社員数5万人、平均年齢37歳。平均年収970万円と国内外で急速に成長を続ける企業です。また、業界トップのザラと H&M に次いで世界的な影響力を持つ企業とされています。ファーストリテイリングの企業理念は、服を変え、常識を変え、世界を変えていくとされており、その名の通りファストリテイリング、すなわちファストファッションを提供することを目指しています。この企業の戦略と成功は、柳井正代表取締役会長兼社長のリーダーシップと積極的な海外展開及び M&A によって支えられています。日本最強企業7位は三菱 UFJ フィナンシャルグループです。三菱 UFJ フィナンシャルグループは日本を代表するメガバンクです。時価総額は10兆円、社員数13万人、平均年齢40歳、平均年収1000万円となっています。主要中核5社、すなわち三菱 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行、三菱 UFJ 証券ホールディングス、三菱 HC キャピタル、三菱 UFJ ニコスを中心とする総合金融グループであり、東京証券取引所プライム市場及びニューヨーク証券取引所に上場しています。MUFG は三菱東京フィナンシャルグループと UFJ グループの合併によって2005年に設立されました。資産規模は約190兆円で、世界最大級の金融グループです。国内では三大都市圏、首都圏、京阪神、中京圏を主要地盤としていますが、国際業務でも優位性を持つ企業です。海外においても積極的な展開を行っており、モルガン・スタンレーの筆頭株主であるなど国際的な影響力もあります。2015年には国内銀行グループで初めて純利益が1兆円を超えました。コーポレートカラーは MUFG レッド、グループスローガンは世界が進む力になるとされています。世界においても高い影響力を持つ金融機関であり、その経営力と安定性は高く評価されています。日本最強企業6位は KDDI です。KDDI は日本の大手総合通信事業者で、主に au ブランドで携帯電話事業を展開しています。時価総額は10兆円、社員数9000人、平均年齢42歳、平均年収950万円となっています。2000年に DDI、KDD、日本移動通信が合併して誕生し、その後も名前を変更しながら現在に至っています。主な事業は携帯電話、専用線、プロバイダサービス、固定電話、衛星通信など多岐にわたります。災害対策基本法に基づき、内閣総理大臣から災害時の通信を確保する指定を受けており、 NTT グループに次いでその役割を担っています。さらに経済産業省と東京証券取引所の共同企画であるなでしこ銘柄にも6年連続で選定されており、社会的な責任も高く評価されています。日本最強企業5位はソフトバンクグループです。ソフトバンクグループは孫正義氏によって創業され、日本で最も影響力のあるグループ企業です。時価総額は10兆円、社員数5万人、平均年齢は40歳、平均年収は1300万円となっています。携帯電話、インターネット、AI 関連企業を傘下に持っており、特にビジョンファンドを通じて、世界中の先端 IT 企業への大規模な投資を行っています。法人税の支払額では、トヨタと NTT に次いで日本で3位となっており、その財務基盤の強さを物語っています。アームホールディングスを母体とした半導体の研究開発も手掛けており、多角化した事業展開を進めています。中国の巨大企業アリババについては非持ち分化されているものの、その影響力と戦略的な関係性は依然として大きいです。ソフトバンクグループは通信からベンチャー投資、そしてテクノロジー研究開発まで多岐にわたる事業を展開しており、そのスケールと影響力から最強企業の一つに数えられるのは納得です。日本最強企業4位はキーエンスです。キーエンスは日本の高精度センサー、計測機器、制御機器の大手メーカーであり、その業績や技術力は世界的に高い評価を受けています。時価総額は約13兆円、社員数8000人、平均年齢は35歳、平均年収は2200万円となっています。主に工場自動化関連の機器を提供しており、その製品は各種産業で広く使用されています。生産については、国内の工場を基軸に外注も行っており、品質管理が徹底しています。海外売上比率が 50% を超え、世界44カ国、200拠点以上で事業を展開しているため、国際競争力を持っている証拠でもあります。また、日本の主要な株価指数であるトピックスコア30や JPX 日経インデックス400の構成銘柄としても掲載されているため、その優良性が認められています。2009年にはソフトウェア企業のジャストシステムと資本業務提携を結んでおり、これが持ち分法適用会社となっています。このような提携を通じて、さらに多角化高度化するテクノロジーの進展に対応しています。年収が高く、カンブリア宮殿などのマスメディアで取り上げられることも多く、一般にもその名は広く知られています。日本最強企業3位はソニーです。時価総額は15兆円、社員数10万人、平均年齢42歳、平均年収1100万円となっています。2021年に持ち株会社体制へ移行し、エレクトロニクス事業は別の事業会社に移管され、 AV 機器の大手メーカーから多国籍コングロマリットに進化しています。主力となるのは CMOS イメージセンサ、ゲーム、そして映画、音楽などのエンターテインメント事業です。創業期には AV 機器を中心に事業を展開していましたが、時代とともに多角化しており、ソニー生命保険や映画制作など多様な分野に参入しています。特に CMOS イメージセンサや家庭用ゲーム機などは現在の事業の柱とされています。東京証券取引所とニューヨーク証券取引所に上場していることも、その多角的な事業展開と高いブランド力を示しています。さらに教育分野にも力を入れており、湘北短期大学やソニー教育財団なども設立しています。これらの多角的な事業展開は、ソニーが多くの市場で成功を収めている理由の一つです。日本最強企業2位は NTT です。 NTT は日本の通信業界における一大巨頭であり、持ち株会社として多くの関連企業とグループを形成しています。時価総額は16兆円、社員数34万人、平均年齢42歳、平均年収970万円となっています。事業内容は非常に多岐にわたっており、NTT ドコモをはじめとする移動体通信事業から、NTT データのようなグローバルソリューション事業、さらには NTT 東日本、NTT 西日本といった地域通信事業まで手掛けています。そのため、日本国内外でのインフラ提供はもちろん、最先端の研究開発にも注力しています。初めは固定電話事業が中心でしたが、今日では移動体通信事業が営業利益の大部分を占めており、業界内外でその影響力は絶大です。 NTT はその多角的な事業展開と安定した経営基盤により、今後も日本の通信インフラや IT 業界をリードする存在と言えるでしょう。日本最強企業1位はトヨタ自動車です。トヨタ自動車は日本最大手の自動車メーカーであり、2022年の販売台数で3年連続で世界1位となり、日本国内のシェアも3割を超えるなど、業界での地位は非常に高いです。時価総額は45兆円、社員数7万人、平均年齢40歳、平均年収900万円となっています。ダイハツ工業、日野自動車を傘下に持ち、スバルとも筆頭株主として関与しています。企業ブランド力も全世界で6位と非常に高く、売上高では日本企業の中でトップです。トヨタは持続可能な社会を目指して環境技術にも力を入れており、ハイブリッド車や燃料電池車などエコカーの開発にも注力しています。このような多角的な強みがトヨタ自動車を最強企業の1位に押し上げています。日本の企業が今後も成長して、時価総額でトヨタ自動車を超えるような企業が出現する可能性は十分にあります。新しいイノベーションや海外市場での成功が、その鍵を握るでしょう。日本企業のさらなる飛躍に大いに期待したいですね。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また X と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。